い、始まりました。なんだっけ、半熟ヒーロー2回目、うん、2回目、はい、うん、インターン生の松田です。やっていきたいと思います。インターン生の松永です。基本見るだけです。じゃあ、正直まだクリア方法というかがまだ分かってなくてですね、うん、まあ、なんかとりあえず攻めてきた敵さん倒してっていけばいいゲームっぽいんで、そういう風に進めていく感じで全国統一頑張って頑張っていきましょう。本当にできるこれ、きっといくよ。いや、セーブ機能があるのはね、ありがたい。そうね、どっかのどっかのね、我が国の状態を確認しましょうか。じゃあ、なんかね、そう、確かゼリフ、ゼウスが死んだんだ。ゼウス将軍が死んでしまった。ジョー2って分かんないんだよね。レベル2的な。あ、レベル2、なるほどね。切り札。で、あ、やばい、なんか来てる。え、それね、味方じゃないよ。あ、そうっけ。うん。あ、そうだった。さて、じゃあ。さんがいるんです。お前は誰だよ。とりあえずこっち向かってきてないからいいかな。オルメカ国ダイダロス州。ダイダロス州。ダイダロスだって。なんかその結構神話的な名前。あ、なんか出てる。え、なんかさ、あいつ早くない？それの早いな、あいつ。なんとか将軍せえぞ。誰だおめえ。あ、違う、バカタラに行こう。誰だおめえ。まあ、じゃあ制圧いきましょうか。制圧行こうぜ。手始めに。え、で、押さえかかってきてるやつはおらんか。今のところいないっぽい。え、待って、これ町田じゃね、もしかして。お前遅えなとか言ってた。きっと町田だわ。きっとあれ町田だわ。出撃じゃ。制圧に行こうじゃないか。遠いんだよな。じゃあちょっと強そうだしな、ここ。こうかな。え？今月のイベント。お引きなすって、あっしは殺しの受け下ろしておりやす小晴らしモンスターというケチな野郎で、サンゴールドでオルメ各国のプロメテウス将軍をやってみせやすがいかがなもんで。待って、6円あるしいいか。うん。サンゴールドってドラクエっぽくなっちゃう。いくぞ。おう。天使のすけやってくれるらしい。は？解雇ってね、マジで。やってくるって言ったやん。え、何？しくじ、あ、これは詐欺では？ 6 月になってしまった。やってくるって言うたやん。お金がないんですけど。お金がないんですけど。あいえしはきっと敵さん倒せばもらえるんでしょう。多分。なるほどね。OK。え、なに？ちょっと音変わったよ。やばい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 よ。敵がいた。ね、早くない？早くない？君、早くない？ちょっと待って、戻って。お、待ち、久しぶりに。お、同じように乗り込んだぞ。町田が乗り込んで、町田行け、行け町田、行けんじゃね、行け町田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 、行け、いや、待って待って、頑張れ町田、切り札、切り札ない。待って、ないかじゃね、サービスってないかじゃね、戻れ。卵、町田を死なせるわけないから。なんて言ったって私だからな。制圧してやる。でもさ、待って、制圧したらさ、この城守らなきゃいけなくなる。まあそうなるね。何が出る、何が出るかな。サイクロプスが出てきて。サイクロプス誕生。砲丸投げ、つくし。だからさ、ちょっとさ、悔しさのあまり踊るな。悔しさ踊るのね。よし、じゃあ、待って、君なら行け、行け、ビーナス。アタクロスってなんだ。
あっぶねよし、デレデレって、あ、待って、強いじゃない、行け、よし、え、いただけ、嘘やん、あ、ヴィーナス死んだ、負けた、え、ヴィーナス死んだけど、やばやば、え、ヴィーナス死んだよ、え、ちょっと待って、家で待とう、はぁ、てめえのカスト、多勢に無勢じゃんカスト、てててて、れて、勝った、一人の犠牲が起きたけどな、え、ちょっとね、時間の流れが早いし、あ、本当だ、手に入れた、物語が、これさ、回復機能とかないのかね、わかる、卵が1個しかない、とりあえずセーブしとこう、セーブしとこう、よし、もうちょっと進めてみよう、困ったことにですね、じゃあ町田行け、制圧だ、あ、でもなんかちょっと強そうだ、早いなお前、それ壊れてない大丈夫、うん、あ、待ってお前さ、のんきにさ、そのマジで締め込まれてんじゃん、やばくない、あれ、ポセイドン将軍、ポセイドン将軍どこ来てる、あ、ここ来てる、あ、そう、オルメ各国にされちゃった持ってかれたな、持ってかれちゃった、ちょっと町田将軍どこ行った、町田死んだ、町田は生きてるでしょ、これはヘイリン将軍、あ、町田はなんか謎の城に乗り込んでたんだ、これボロブドール国、ボロブドール、タゼニングで出ればこれは行け、ティクシ、でも一人しか知らないんだよな、あんちゃん、あ、えっと、ま、町田、いや、もうやでんじゃね、あと HP24 しかねえよ、卵使っちゃったちょっと卵に頼りがち、いいのか、そんなに卵に頼ってしまって、嬉しくて踊っちゃうかな、なんかでも卵の力を使えって書いてあったし、なんか戦術が才能的らしいから、今死んだよロケットパンチディクシじゃん、これさ、いっぱいいるね。よいしょ。え、何、どういうこと？え、だからこの城には二人いたんでしょ。敵は二人いたんだよ。なるほどね。うん、なるほどね、うん。なるほどね。うん、あ、いやー、なんか弱そう。ジュース。絶対弱いね、これ。じゃがいもタグだってじゃがいもだもん、いけじゃがいも、え、これまずいんじゃない、こういうジュースは産むと名付いた、うなつかなくていい、あ、でも結構硬いぞこいつ、あ、プロメテウスもめちゃめちゃ強い、つなぐ、あ、待って、弱すぎる、ハズレモンスターだな、なんかジュースやばそうじゃないこれ、うん、卵に戻した方がいい気がする、産むと覗いて死んでしまったあー卵、
生に無勢すぎる。町田が死んだ。町田が死んだ。合唱。主人公だからほら。6月の月。町田、行く。置いてほしいよ、町田さん。は？いえ、乗ってるかい？は？ね、待って待って待って。ねえねえ、どういうこと？謀反だよ、これは。これ、あれや。なんか、親密度とかあるんや。きっと。あ、なるほど。あ、町田将軍とかいう雑魚が、死んでくれた、死んでくれた。よかったよ、どういうことやねん、とか。マジ？マジ。町田将軍を殺してはならないんだな。うん、終わる。だって主人公だもんね。いやだ、そりゃ家も泣くわ。泣いてなかったけど、これは泣きますわ。私だったら泣く。いや、私だったんだけど、死んだの。なるほど、そういうことですか。なんつうか、あれだね、うん、容易に攻め込んではいけないね。うん、そうだね。戦い方が今一度まだ分かってないから、この町田の死を無駄にしないように頑張る。なんかタイミングもいいし、こんな感じで。そうだね、今日ここら辺でというわけで、はい、町田将軍は亡くなってしまいました。お亡くなりになります。木刀です。ゲームオーバス。一回ゲームオーバス。木刀です。死に木刀しましょう。そういうわけでした。じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。Thank you.